ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がフェラーリ GTC4 ルッソ T 2019年式2000キロこちらの車両になります。 T ということで、はい、V12 のモデルじゃなくて V8 モデルの。そうです。ただこれ僕読んだ読み物だと、はい、フェラーリはもう公式というか、うん、で派生モデルですよっていうふうには言ってないらしいです、ね、そうですね。あのなんていうんですか、グレードとして GT4 ルッソの中のグレードとしての T ではなく、もう全く別の車っていう。そうです、 T は T で GT4 ルッソ12人モデルは12人モデルっていう考え方でメーカーは言ってますね。ただ側がほぼ一緒、エンブレムとかあとマフラーのエンドなんかちょっと違ったりとか。ああ、そうですね。ですけど全く一緒なんで、はい、結構こう中古車情報サイトなんかでも一括りされて、そうグレードを選ぶみたいに12気筒なのか T なのかみたいなね、うんうん、なっちゃってますけど、はい、まあ、これはこれで、はい、まあ、ちょっとキャラクターも違いますし、はい、あとその V12 っていうところに注目されがちですけど、はい、あの四駆と FR、うん、そこの大きな違いもあるんで、はい、明確にこうキャラクターが分けられているところなのかな。うん、その辺はちょっと今回乗ってみたいと思います、はい、そしてまたすごい色を仕入れましたね。最高じゃないですか。最高なんですけれど も, けれども、土方さんとフェラーリ車両紹介させていただいて、うん、あの一番定番の赤を一度もご紹介させていただいていないっていう、うん、そうだっけ、はい、あ、そうか。そんなことはないよね、ないよね、うん、そんなことありますフェラーリ扱ってて赤を紹介しないっていう、はい、うん、あの土ご所中に変色好きなんで、はい、いやでもかっこいいっすよ。いやかっこいいよね。もちろんその赤は赤 の, その王道のかっこよさありますけど、うん、この変化球のかっこよさ、はい、ちょっと特に車のキャラクターと今回バッチリ合ってると思う。そうなんですよ。そこがちょっと僕この車を見た時に完全に刺さりましたね、はい、この車のキャラクターとこのボディカラーとあとインテリアのカラーが見えた時に、もうこれはボンドでしょしか覚えなかったんで買ってきました。なかなかちょっとこれ多分新車でオーダーした人も、うん、この最初のオーダーではこれ選べないと思うんですよね、うん、もう何台もこうオーダーした経験がある方じゃないと、はい、おそらくなかなかここにはたどり着かないんじゃないかなと、はい、ちょっとそんな特殊なカラーでございます、はい、でこれ中がまたかっこいいんですよね。最高です、はい、ちょっとこれは順番にご紹介させていただきたいと思います。あとフェラーリといえばオプションだと思いますので、はいはい、ちょっと順番に拾えるところあれば拾っていきたいと思います。で前から行くと、はい、まあ、オプションの話の前になっちゃうんですけど、可愛くありません、うん、何がなんか僕いつも、はい、あのカリフォルニアとか、はい、あの GTC とか、うん、FF とか見て思うんですけど、うん、ちょっとこうダクトがちょっと笑ってるみたいな、うん、そういう意味ね、はい、顔的にね。そうなんですよ。あ、はいはい、全然キャラクター可愛くないのに、うん、ちょっとこう可愛い見た目、うん、そうだね、うん、ちょっといろんな方に乗っていただけるかなっていうそんな感じはします、はい、うん、はい、そして細かいオプション見ていくと、はい、なんかさっき確認したこれがブラッククローム。そうですね、ここの先端が、ね、はい、ブラッククロームになってますね。これずいぶん印象違いますね。いや全然違うと思います。なんかこうなんていうの、引き締まるというかこう、うん、シュッとしてるかっていうんですかね、うん、ちょっとメッキだとちょっとクラシックっぽさも出たりとかしますけど、そう、うん、そうありますけど、なんかこうメリハリがないじゃないですか。なのでこのボディカラーだから余計冴えるかもしれないです。ちょっとスポーティーな感じもありつつはい、はい、します。あとヘッドライトの衣装なんかは、うん、ちょっとこう先代の FF の流れを継ぐ。そうですね、はい、はい、あとは458とか、うん、あの辺のなんかちょっと世代のこうちょっと縦長のライト、うん、はい、ちょっとボディのこのシルエットともマッチしてるこんなライトになってて、うん、はい、であとはもう早速横回っていきましょうか、うん、ホイールが、V12 と違うポイントでもあるんですよね。そうですね、はい、V8 モデルなのでこちらのホイール、はい、サイズが245-35-20、はい、そしてキャリパーがゴールドという。そうです、黒でもなく、はい、赤でもなく、はい、ゴールドという、はい、これはこうこ徐々にこう内装が映っていくと、あ、なるほど、そういうことでこの色なんだみたいな。割と少数派だと思うんですよ、ですね、ゴールドキャリパーだって、はい、うん、ただこれちょっとめっちゃ決まってるというか、はい、ボディもどっちかっていうとこう茶色というかゴールド系の同系色じゃないですか。そこからこうつながる中、はい、ちょっとまだ引っ張りますけど、はいはい、中をちょっと見ていただきたいと。そうですね、はいはい、そしてあと大きなポイントとしてはこのダクトですかね。はい、これは、GT4 になって新たにね、はい、このダクトが設けられて、
さらに今回のお車はオプションのカーボンのフィンがついていると。でこれがあの458と488の流れと一緒で、うん、あのピニンファリーナと、はい、あのフェラーリデザインと、うん、そこのこう境みたいな感じで、はい、全く別の、はい、まあ、シルエットこそこう似てますけれども、はい、ちょっと全く別のところからこう生まれてきた車というか、それはちょっとやっぱり感じますよね。はい、まあ、よしよしで感じますね、うん、機能美なのかデザインとしての美しさを追求するのか、ね、多分ピニンファリーナだったら、うん、あの当然そのエンジンの熱量とかも考えて、はい、ダクトどっかにつけた方が効率は絶対いいわけじゃないですか、はい、でもそこを FF でつけなかったっていうのは、うん、そこだと思うんですよね。ですね。で488も結局その機能を追求して、うん、まあ、あそこにダクトがつきましたけども、はい、もう同じ流れかなと、うん、で今回その下回りとかっていうのはカーボンついてないんですけど、はい、アクセントとしてついてるのちょっといいですね。いいですね、はい、通常オプション選ばないと確かこれフィンってボディ同色だったと思うんですけど、ここでカーボン選ぶね、なんか2というかなんか素晴らしいなと思います。まあ後で交換なんてもできますけどね。そうですね、まあ、ちょっと下回りよりここの素地感はちょっと出ちゃうんで、はい、カーボンなのはかなりいいポイントじゃないかなと思います。そしてあとはこのシルエットですよ、これ、はいこれはどうしたっていう、なんですかね、これシューティングブレークって言えばいいんですか、やっぱり、うん、でも2ドアじゃないですか。そうなの、はい、ねえ、あの、まあ、これってライブ配信で話した方が面白いのかもしれないですけど、やっぱりフェラーリって最初の始まりって12気筒じゃなきゃフェラーリじゃないっていうところから始まってるじゃないですか。で今に至っては SUV は出さないんだ、でもちょっとにわかに出すんじゃないかっていう話も出てるし、でもこの FF が出た当時はまだあの会長職の方、代表の方もフェラーリとしては SUV は考えられないっていうことを言っていながら、でもある意味こう4駆があって大人が4人乗れて、まあ、612スカリエッティが終わってそこから4人乗りはどうしていくんだっていう流れの中で苦肉の策じゃないですけど、そういったところからこう派生したというか新たに出たモデルなんで、またちょっとフェラーリの中での異端児といったらおかしいですけど、うん、変化球、うん、っていう一つですね。なるほど。しかも2ドアで4人乗るっていう。あと僕読んだ今のだと日本人だと特にちょっとこのシューティングブレイクにこう免疫がないんで、うん、おやおやって思っちゃうっていうケースが多いっていう。あ、だ結構そのヨーロッパの方なんかだと、はい、もう古くはもうすごい古い、ま、あのアストンマーティンから DB6 でしたっけ。 DB6 ありましたね、はい、あれが2ドアのシューティングブレイクなんですよね。僕も読み物読んで初めて知ったんですけど、あでもあれを僕も見た時に画像で見た時におやおやって思いえこれアストンなのみたいな。だちょっと免疫ない方だとちょっと不思議なシルエットに見えちゃうかもしれないですけ ど、 なるほど、ね、やっぱりいろんなところのこの需要だったりだとか、うん、時代背景だったりだとか、はい、そういうものから来たデザイン。ただ、うん、これめっちゃかっこいいですよね。かっこいい、うん、このこうノーズの長さと、はい、こう伸びやかなデザインと、うん、なんかちょっと812とか、うん、あっちのこう FR の V12 気筒搭載モデルとなんか、うん、このここから前の流れはちょっと同じものを感じつつここを全く別に作り変えてくるっていう、うん、はい、そしてウィンドウもかなり大きく取ってるじゃないですか。そうですね、カットだけ見るとこうかなり大胆ですよ。だってもっとこれこっちでいいですよね。あそう、はい、本当普通に言ったら、うん、だそれここまで上げてくるってことは、うん、もうリアのその居住性だったりだとか、はい、快適性だったりだとか、うん、その辺かなり意識してるんだろうなって。あとはボディの強度はしっかり保ってるっていうデザインですよね。そうじゃなかったらもっとここのピラーを太くするとか、うんうんうん、デザイン上太くして中に骨を2本入れるとかもっと何かしら考えるじゃないですか。こちらはハッチバックで開けるためのところですからね。それをこうあえてガラスをここまで大きくするってよっぽどしっかりフレームは作られてるんじゃないかなって想像はできますね。であと今回の注目のポイントとしては、うん、ガラスのこのパノラマのルーフ、これはかなりいいんじゃないでしょうか。かっこいい。そうなんですよ、うん、このフロントガラスから続くこの黒いラインが、うん、なんか車がこう車高がまず低く見えるし、はい、ちょっとこう一体感がやっぱりこう、そうなんですよ、見えますよね、うん、なんかねオプションですごい金額するじゃないですか。だから GT4 でパノラマついてない車って結構多いんですよ。でもついてる車を見てしまうとついてない車でボディ同色のルーフがあると
ルーフが異常に長く見えちゃったりするので、まあ、ついててポイントは高いかなと思いますね。まあ、ちょっとその辺は好みだったりだとか、もちろん車内の明るさなんかもかなり影響するんで、そうですね、まあ、好き嫌いというのはあると思うんですけど、まあ、とにかく中はちょっと明るいんで、はい、この後ちょっと内装確認してみたいと思います、はい、あと後ろも同様に295でしたっけ、うん、はい、そうです、295、3520、はいはい、でもこのカーボンセラミックも標準ですからね。そうです。そして足回りなんかも僕勉強したところによると、はい、セッティングがやっぱりかなり変えられてるみたいですね。12気筒、あ、よりスポーティーな方に振られてるみたいです。あ、なるほど。電子制御系のセッティングがよりスポーティーな方、はい、どっちかというとこうジェントルな方で行きたい方は V12、でちょっとこうスポーティーな、まあ、年齢で言ったらなんか10歳ぐらい若いイメージで行くと V8 こっちの方がおすすめです。なるほどね。でそれもちょっと公式の限界かどうか分からないですけど、うん、まあ、ターゲットとしてのは30代か40代、あ、まあ、車マルチに使いたい方にターゲットにしている車らしいです。お、なんかちょっと私も過去にこれが出た時に、ラーニカで書いてたかちょっと記憶ないんですけど、エンジンが50キロから60キロ軽くなってるんですよ。そうですね、ターボ積んでますけど、はい、12人に比べて。なので重量バランスがそのままこう後ろ寄りになっているので、そうなんです、はい、FR でもものすごいトラクションがかかるっていうふうにメーカーが言っていたような、いないような、そんなちょっとうる覚えの記憶が今と土の話聞いてて思い出しました。僕もちょっと正確な数字定かじゃないですけど、はい、12気筒モデルが52対48ぐらい、あで V8 モデルになると46対54ぐらい、あ、だからだいぶこう重量バランスもかなり違って車のキャラクターがまるで変わってくるっていう、はいはい、だからこそこう派生モデルじゃなくて全く別の車としてフェラーリとしては考えてるみたいです。なるほどね、はい、うん、あともう一個大きなものとしては 4WS はそのまま、はい、FR になっても残ってるってこと、残ってると、はい、うん、ちょっとこの辺がハンドリングにどう影響してくるのか、うん、はいはい、これはちょっと後で乗ってみたいと思います、はいはい、では続いてリア周りを見てみたいと思います。もうリアは参りました、はい、もう4灯復活ということで。参ったね。いや、もう4灯のかっこよさを再確認いたしました、うん、いや僕はあの FF が2灯だったじゃないですか、1個ずつで4灯になった時になんでだよと思ったんですけど。本当ですか。本当本当本当。でも現車見たら、はい、やっぱりいいんだと思って。やっぱりなんか僕的には車のバランス的に4灯やっぱりいいなってちょっとそうですね、はい、思いました、はい、うん、であとちょっとやらしいのはちょっとこう、はい、毎回恒例こうスモークがかかってるんで。そうですね、はい、ちょっとうちの仕事がないという、はいはい、そしてリア、はい、はい、どうぞ。そしてリアはワイパーがついてたりとか、はい、手塚さんさっきおっしゃってましたけど、うん、やっぱりこう実用性の車ですから、はい、まあ、この辺はついてて、うん、はい、リアビューの視界。そうですよ、だって僕昔ワンダーシビック乗ってて小雪の中走っててリアワイパーなくて、はい、まあ、全然見えなかったですよ、汚れちゃって、はい、こういう形で絶対巻き上げました。そうそうそう、はい、これはもう必需品です。ついてる、はい、はい、あとテールが、V12 とちょっと違うテールがついてて、はい、あとはもうこのシューティングブレイクの、うん、スタイルなのにこのどでかいディフューザーですよ、うん、とはいえこれでしょ、はい、これでしょこんなのありますかっていうで、はい、F12 とか812とかが当たり前だけど、このシルエットでこのどでかいディフューザーをつけて、で下真っ平らな音ですよね。そうです、これ最高です。他だから被る車はないですね。ないですね、はいはい、もうキャラクターが立ってるというか間違いないです、はいはい、オンリーワンのキャラクターなんで、こんな車になっております。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。内装がこれまたおしゃれすぎやしませんか。はい、来ました。内装がクオイオ。クオイオです。あとこのボルドーの、はい、アクセント、あのステッチがボルドーですね。これクオイオ用はこのブラウンの一色じゃなくて、うん、このアクセントで入ってるこの色がまたいいっすね。バランスいいよね。シートベルトとかもこの色じゃないですか。はい、いやらしくないですか。もういやらしい。ヘッドレストの刺繍なんかも、うん、土ぐらいやらしい。本当ですか、うん、でもちょっと やらしいのちょっと意味合いが僕だとちょっと本当にスケベの方になっちゃいますけど、これはちゃんとなんかこう紳士のたしなみの方のなんかエレガントな感じもありつつ、ね、スポーティーな感じもありつつ、いやもう贅沢なインテリアです。素晴らしいです。もう手作り感が伝わってくる。そしてセンターコンソールなんかもそのボルドー系の色が出てたりだとか、はい、あとはまたステッチが効いてますね。これ効いてるね。これはね、これ本当にオーダーした方ただものじゃないですね。いやと思います。よっぽど買い慣れてるのか、極論言えば
何かの間違いでできちゃったのか本当極端ですからどっちかだと思う。ものすごいアドバイスがあって注文してるか、はいはい、よっぽどフェラーリ買い慣れてるか、そのぐらいなんかちょっと苦労とかも僕感じてしまいました。そうですね。そしてしっかりオプションパーツも入っててステアリングだったりだとか、はい、あとはシフトのボタン関係、そうですね、はい、その辺なんかもカーボンになってる、はい、でもっと言うとパドルとかモーターのフードなんかもしっかりカーボンになってる、はい、まあ、この辺もまあ後からもできますけど、そうですね、やっぱりこう最初からついてるお得感というか、うん、はい、で特にこう全部ついてるんじゃなくて、はい、こうポイントポイント押さえて、そうです、ドライバーの目のつく位置、うん、触る部分だけカーボンというのは非常に印象もいいんじゃないかと、はい、いいですね。あと注目のポイントとしては助手席のこのディスプレイ、うん、こちらもなかなかの金額のオプションですけれども、うん、しっかりついてると。別にさ、ついてないからってさっていう話じゃないですか。ついてるから何なのって思われるかもしれないですけど、いやこれに関してはついてる方が偉いと思うよだから あくまで土方さんの一意見ですね、はい、はい、そうです。ちょ、語弊があるとまずいんで、はい、一応フォローして、はい、あとご覧ください、このパノラマルーフ、これ車の中がめっちゃ明るいですね。あのね、もうすごいというよりもえぐいレベルの開放感、これもうちょっとあのフェラーリのこのなんていうんですか、視界で見えるものはフェラーリなのに、うん、この開放感、うん、ちょ混乱しますよね。するね、今までない、はい、ものすごい組み合わせ経験した時ないね。もう非常に豪華なインテリアになっております。じゃあ続いて乗ってみたいと思います。これ僕のあくまで個人的な意見なんですけど、はい、あの車のキャラクター的に右ハンドル、うん、もうめちゃめちゃ好印象だなと思いました。いや僕もそう思います。もう完全こう実用性、はい、もうなんか毎日乗れそうな感じ漂ってますよね。そうですよ、日常の足っていう言い方良くないのかいいか悪いですけど、本当に気負いなく普通に乗れると思います。本当に毎日乗れそう、うん、まあ、V8 のところもそうだし、はいはい、なんかこの車のキャラクターもそうだし、うん、はい、そんなのをすごく感じました、はい、そして内装、運転席からの視界はこんな感じです。もう孫ことなき、はい、フェラーリなんですけれども、はい、これですよ。お、はい、車の中が明るい、ね、そしてちょっと先ほども触れましたけど、うん、このいやらしいぐらいのレザーの量と、うん、はい、ステッチと、そうそう、だからそのごめんなさい、ちょっと通り越して喋ってましたけど、結局キャリパーの色、そうなんですよ、はい、っていうのがこのクオイオに多分キャリパーペイントカラー、オプションカラーがこのクオイオに近い、一番近いのがこのゴールドなんですよ。その多分差し色的に組み合わせているっていうオーダーした方、偉い土方さん絶賛でございます、はい、そしてだからこのクオイオのインテリアからのボディカラー、うん、そう、そしてクオイオのインテリアからのこのカーペット、カーペット、はい、完璧でございます。完璧です、はい、僕には到底思いつかない、はい、組み合わせでございます。であとはちょっとそれも読み物に書いてあったんですけど、はい、まあ、最新のその装備に関しては、はい、まあ、フェラーリですから、はい、ちょっとあんまり期待できない、要は ACC だったりだとか、あ、はい、自動ブレーキだったりとかは、うん、はい、まあ、高年式ですけれども、うん、やっぱり走りの車なんで、フェラーリはそれつけないからね、いつからつけるんだろうどうするんだろうね。でもこの車のキャラクターからすると設定されててもよかったんじゃないかなって思うことはなくはないですね、うん、オプションであってもよかったと思いますよね。そうそうそう、うん、ただちょっとその辺だけないんで、うん、まあ、絶対必須っていう方にはちょっとお勧めできないんですけども、はい、ただ多分相当運転しやすい車であろうことは、うん、もう運転席から座った感じ取れますし、想像するに耐えやすいですよ。であとはカメラ関係、はいはい、センサー関係、うん、はい、であとリフターなんかも、リフターねついてるから今回の車全部ついてますんで、はい、まあ、使い勝手は、まあ、そのフェラーリっていう中ですけど、うん、かなりやっぱり日常使いできるものも揃ってるんで、うん、まあ、問題ないかなと、はい、そしてちょっとオンにしましょうか、はい、まあ、この辺はおなじみっていう感じですね、うん、メーターは、うん、そうですね、はい、やる気にさせてくれます、はい、だからもうこの今映ってるこの絵だけで言うと、うん、まさかこんな内装で、うん、こんなシルエットの車ってこんなって言い方よくないですね、はい、ちょっとつながりが想像できないぐらいの、うん、はい、組み合わせですけど、はい、こんな感じになっております。そしてナビがもう素晴らしいね、このあと使い勝手ね、そうそう、いやもう普通に使えちゃうじゃないですか。いやもう最高です。レスポンスもいいんですよ、はい、はい、何の不満もございません、うん、
こんな感じで、はい、これが あとエアコン、ね、うん、そう、はい、そうなんですよ。エアコン関係もこんな感じでナビに出せると、はい、うん、はい、そしてこっちのコマンダーでも操作可能ということで、うん、操作できます。はい、なっております。うん、であとはエアコン関係は一応、はい、デュアルですかね、うん、はい、なってて、この辺もまあ割と分かりやすい、はいはい、表示なんで、うん、使い勝手はいいんじゃないかな、はい。でこの辺もベタベタのうちに出てくるんですか。出てくると思いますね、この質感からすると。なんとなく先っぽのこのプロテイン塗装っぽいの、はいはいはい、この辺とかも確かにちょっとしっとりしてますからね。でもなんとなく今までのヘラに比べてこのプロテイン塗装の点数が減ってきてるんでちょっと安心。確かに確かに、はい、コラムもちょっと違いますしね。そう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 、はい、はい、おそらくコラムなんかは大丈夫じゃないですか。大丈夫と思いますね、はいはい。そしてシフト、ここがしっかりカーボンになってて、うん、はい、あとここ小物でパカッと開けると、はい、ドリンクホルダーがこんな感じで出ております、うん、はい、もうこの辺になんかもうすごく手作り感を感じます。はい、はい、そうですね、レザーを織り込んだ感じのがもう、うん、思いっきり見て取れる、はい、いい仕事してますね。たださ、はい、僕的にはこれほらこの勢いが良すぎちゃって、はい、ちょっとこれが残念。あ、確かに、はい、もうちょっとシューって開いてほしい。そうですね、なんかこうまあいいんですけどここ開かなくても良かったのかなと。あ、なるほど、なんとなくね、はいはい、思っちゃいました。こんな感じになってる、はい、そしてここに鍵が、うん、鍵が刺す穴が、でここもちゃんと、ね、そうか、なんかすべすべの、うん、はい、あ、これレザーじゃないですか。そう、プロテインじゃないよ、レザーになってると、うん、はい、そしてグローボックスの中、グローボックスじゃない、センターコンソールの中は、USB が2ケットついてると、はいはい、シガソケットですね、はい、この形になっております。そしてチートに関しては、うん、だいぶこう調整の幅、そうなんだよね、はい、広いっすね。そうで、またその上げ下げも、うん、このチート全体、うん、こうこう、こういけるという、はい、座面と一緒に背中も、はい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 、だからバゲットみたいなこうシートをお尻が沈み込むポジションにもできるし、うん、はいはい、そして全体的にこう上げることもできると。デザインがいいよね。いいですね、うんうん、でさっき乗ってびっくりしたんですけど、一番上まで上げたらもう普通に乗用車ですよ。だよね、視線も、うん、高さも、うん、だから前から見る景色がフェラーリじゃないんだよね。開口部はそんなに大きくないのかもしれないですけど、うん、なんかね、こうフロントガラスから見える視界がすごく広々見える。確かに広く見えますね、うん、そんなちょっと細かく調整できるシートになっております、はい、だ座った瞬間のプレッシャーないよね。ないっす、ね、はい、すげえ車乗ってんだっていうプレッシャーがなくて、ちょっとこうレザーのいいレザーを使ったスポーツシート、うん、はい、なんかね、タイトさもないし、そう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 、この辺の開放感だったり、はい、かなりよくできてる感じ、うん、そしてペダル関係は全然、ちょっとアクセルペダル細めですけど、はい、はい、全然違和感なく、うん、はい、いけそうです。もういかにもフェラーリっていうペダルですね。そうですね、うん、こんな感じになってます。そしてルーフに関しては、うん、この茶色のアルカンターラなのかな。そう、これアルカンターラになります、はい、そしてバイザーなんかも、はい、はい、そしてこのバニティはちょっと壊れそうなんで、うん、はい、ちょっとあの優しくお取り扱いください、ね、まあ、年式が新しいんで、まあ、全然大丈夫だと思うんですけど、はい、ちょっとこの辺後々心配ですね、はいはい、パキンってきそうですね。そうですね、はい、ちょっとデリケートな使い方が必要じゃないかなと。で今回の車はレーダー探知機、はい、はい、ついております、うん、でドライブレコーダーも、はい、ついてます、はい、うん、そしてさっきから何回も触れてますけど、はい、このパノラマですよ。たまんないよねこれ。あのまず明るいのと、うん、開放感があるのと、うん、あともう一つ土方さんさっきおっしゃってたのは、うん、あのライニングがないんで、はい、垂れてくる心配がないと。そうだね、確かにそこはちょっとあの、うん、割とメリットかなと。はい、テンバリたるみって言われる覚えないですよねというわけでこんなルーフに。これすごいっすね本当に。ねえ、すごいね。じゃちょっとこれをだから車の中明るすぎるっていう方は、うん、まあ、そんなに多分いらっしゃらないと思うんですけど、うん、まあ、普通のルーフなのかなという。そうですね、はい、うん、こんな感じがします。そして後ろの座席ちょっと乗ってみましょうか。乗ってみましょうか、はい、じゃ続いて後ろの席も乗ってみたいと思います。これ倒すと前に出る感じですね、うん、そしてこのシートの前に出るの早いんですよ。早いんですよ、さささっと出てくれますね。そうなの、はい、そして乗り込むのも割と普通に乗れちゃいます。これ意外と楽、乗り降りが全然乗れますよ、ね、そうなの。アクセスも楽だし、座ったら座ったって全然普通なんだよね。びっくり、なんかこうある意味拍子抜けしちゃう。はい、いやいや、そのぐらい本当、はい、楽に入り込む。僕全然普通にこう座ってます、楽に。
そしてつま先入るし、あ確かに足元も、はい、全然 OK です、ほら全然確かに。そして横はさすがにちょっとタイト感感じますけど、はい、うん、まあ、これもありますしね、はい、ここも出てますしね、うん、はい、ありますけど、うん、もう全然前後に関しては、はい、全然、うん、そしてこのお尻の沈み込みがすごいんですよね、はい、しかもだから相当考えたんでしょうね、これだけお尻沈み込んでるのに背中が圧迫感がないっていう、そうですね、はい、ちょっと背中の角度も絶妙なところで、うん、これ結構長時間いけちゃいますか？いや、いけます。でね、こうやって座ってると圧迫感あるんだけど、肘置きちゃんと置いてくださいっていうデザインになってるじゃないですか。そうですね、すごい楽なんですよ。絶妙というか大人の肘を普通に置ける、お、はい、すごいいい位置だよね、なって、うん、そしてエアコンの吹き出しがついてて、はい、まあ、缶コーヒーぐらいしか置けないでしょう、はいはい、ちっちゃめのドリンクホルダー、うん、はい、ついてて小物入れ、そしてここにも USB の充電が2K と、はい、普通に乗れますね。普通に乗れます。本当に子供、お子さんだったら前でもいいし後ろでもいいし、あ、もう全然、お子さんが前だったら、はい、お母様が後ろに乗っていただいて、でもお子さんちっちゃいからちょっとシート前にしていただければもうめっちゃ快適ですよ。全然余裕ですよね。何ですかこれ、オープンカー乗ってるみたいなんだけど。いやいや、そのぐらいの開放感ですよこれ天井全部がガラスだから、これオープンカーだよね、感覚が。これいいっすね。すごいですこれ。そしてこの前に見える景色も僕的にはもう最高なんです、うん、全部レザーじゃないですか、高級ブランドバッグじゃないですか、もう最高だよね、はい、ここも全部その、そう、ボルド設置、はい、そして今回の車は非常に距離も少ないということで、はい、全く使用感がございません、はい、もう本当に結構乗れちゃう車なんで、うん、あの乗ってる個体も多いと思うんですけれども、そうですね、はい、全然今回の車は居留室ですし、はい、使用感も全くないという非常におすすめの車でございます、はい、あともう一個ここがあれなんですよ、うん、マグネットなくなってるんですね、はいはい、バネだけになってる、うん、どうですかスッチ、気になるポイントですか？いやいやいや、全然でもないですか、はいはい、全くもって、はい、これでこうブラブラしたと音が出ちゃうんじゃあれですけど、あ、まあそうですね、はい、まあいいんじゃないですかこれは、まあ、基本的には、はい、全然 OK かなと、はい、はい、思います。じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクは当然の電動ということで、うん、そして、いつもの僕の適当な車両紹介で喋り損なったオプションはこちらでございますこちらをご参照くださいませ、はい、ここに一通り入ってます。いや、もうこの年式だとオプション一覧がついてるからありがたいですよ、ね、はいはい、で意外なところで言うとリアワイパーなんかも全部オプションなんです、うん、そうですね、オプションです、まあ、ちょっと無償オプションなのか、あの、はい、有償オプションなのか分かんないですけど、はい、その辺なんかも全部あったりとか、うん、はい、そしてトランクはボディカバーはちょっと積んでありますけど、はいはい、ちょっと一回下ろしましょうね、はい、こんな感じで、うん、まあ、決してお世辞にも褒められた容量ではないですけども、うん、まあ、ちょっとこう荷物バッグ入れるぐらいは、そう、さっきもツッチと喋ってましたけど、大人3人分とか1泊2日のボストンだったら全部飲み込むぐらいの容量はあります。あとはシートを倒せば、うん、はい、全然、まあ、倒せるんですよね。そう、倒せますよ、真ん中だけと、あとはそれぞれのシート、はい、そうですよね、はい、で倒せるんで、もしかしたらゴルフ行けますか、これ。行けますね、それで行けますよ、はい、だってそもそもここでワンバッグ飲み込めちゃいますから。あ、そうなんですか、はい、なるほど、はい、じゃあもう本当にガンガン日常の足に。いや、もう、はい、今までのフェラーリの、所有されるライフスタイルと違うのは、多分これ1台で行けちゃうんですよ。あ、これフェラーリ持ってて何かもう1台っていう感覚はいらなくなっちゃいましたね。なるほど、はい、でも本当にマルチに使えちゃう、使えますよ、そんな車になってるそうです、はい、であと下側には、はい、一応パンク修理キット工具と、はい、はい、そうですね、とうとう入ってるみたいです。はい、じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方がやってまいりました。大好物の大好物の赤い結晶塗装です。いや、めっちゃかっこいいんですよ。めちゃくちゃかっこいいんですけど、はい、ここどうしたって思ってます。いや、でもね、そう思うじゃない、多分ね、フェラーリもいろいろ考えてたと思うんですけど、結果12気筒の4駆を積むためだから、ここってもともとすごいスペースあるじゃない。これね、有効活用してるなって今ふと思ったのが、このパイプ類、インテーク類の長さ、これって空気だまりができるから、アクセル戻して次踏んだ時に息つかないよね。だから多分乗ると分かると思うけど、な、息つきのない、こう、なんていうの、シフトアップとともにどんどんこう加速していくような、あの車のエンジンの吹き上がりがなんとなく想像できます、
そして積んであるエンジン的にはカリフォルニア T なんかと、うん、同じ基本は一緒です、はい、で T より50馬力アップだっけ、あ違ったっけ、一応エンジンの方が ET と同系統のエンジン、はい、V8 3850cc、 約 3.9 リッターですね、はい、で一応610馬力、はい、トルク760ニュートン、うん、で V12 の方が690馬力の697ニュートンなんで、なんとトルクに関しては、はいはい、V8 の方が出てるという、うんうん、でカリティ比較でいうと50馬力アップ、ああ50ね、そうだね50だね、はい、でトルク5ニュートンアップってことなんで、かなりパワフルなエンジンが搭載されてるみたいです、うん、だからこの辺もだからかなり走り、うん、もう本当にジェントルだと V12 って書いてあるところが多かったんですけど、はい、ちょっとこうスポーツ、うんうん、FR で、うん、ちょっとスポーティーなパンチのある走りも楽しめるのが、うんまあ、こっちの、でもね僕個人的なこと言っていいですか、カリティもそうだし多分ね、GT4 ルッソ T は間違いなくそうだと思うんですけど、発生するトルクっていうのが低い回転から上の回転までがトルクがフラットに出てるんですよ。だからね、そこはね多分メーカーとしてセッティングは相当煮詰めてると思います。煮詰めてるというか考えてると思います。だから乗りやすさ、さっきも言ったように普段使いできるように、ギクシャクしたらもういかにもスポーツカーっていう、ドッカンターボじゃ乗ってるっても疲れちゃうんで、多分そういうことがなく、しかし高次元でのパワーっていうのを維持するようなセッティングにしてるはずだと僕は思いますね。なんで一応0-100に関しては、こちらは 3.5 秒、 V12 は 3.4 秒、マジだからそこがすごくないですか。普通4駆だったらトラクションの関係でもっとこうタイム差出るじゃないですか、うんうん、特に0-100なんてその、ね、0からのスタートですから、 そうだよ、ね、それがそのほとんど差がないという。だからどうしてもその価格分500万円ぐらい高いんですよね、12の方が、はい、だからその4駆の部分と、まあ、プラス4気筒で、まあ、500万円って考えなんですけど、まあ、だからちょっと言い方いいか悪いか分からないですけど、ヒエラルキーで言ったらやっぱり V12 なのかもしれないですけど、うん、全く別の立ち位置で考えられてるっていうのはもう、うん、あながちこうちょっと的外れの発言じゃないなっていう、うん、確かに、うん、本当にそう比べるべき車じゃない、なるほど、もうキャラクターが全く別ですよ。そうだよね、はい、だこれはこれでキャラクター立ってるもんね。そうなんですよ。どうしても他のドイツのメーカーなんかだと、うん、例えばメルセデスだったらやっぱり63が頂点にあって、はい、その下に180とか200とか、うんはい、っていう考えですけど、はい、これに関してはもうちょっと全く別、うんうん、がそういうところに出てるのかなと。だから最高速も320キロオーバーですからね、早っ人が乗れて荷物が詰めて300キロでカットンできるという、そして運転する楽しさもあるという。だからもうこのスタイリングと、はい、パッケージと別に受け入れられればもうこれ以上ないなと、はい、今日再確認しました、はい、ちょっとこれはこの後乗ってみたいと思います、はい、続いて天道周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。ちょっと小川くんが…ごめんねごめんね。続いてリフターの動きも見てみたいと思います。お願いします。よし行きましょう。じゃあ行きましょう、はい、おー GT4 ルッソ、はい、ルッソも初めてですし、うん、
まあ、もちろん V12 乗ったことないんで、はい、V12 との比較レビューはできません。はい、はい、もう純粋にこの車のレビュー。はい、はい、ちょっとツッチ見てよこれ、ポチッとな。それ良くないですか。これいいよね。これで助手席の人も退屈しますね。はい、おお。フェラーリはそんなに乗る機会がないんで。そう、リフターも使いまして。はい、っていうかもう車の中の景色が、うん、ちょっと待ってください。車の中の景色が、うん、フェラーリ乗ってるんじゃないみたいな。いや、そうだよね、本当そう。明るさ、うん、これパノラマいいっすね。いいよね、開放感と。はい、あーいいなこれ。あ、これであのスピードまで見れちゃって、ツッチーがスピード違反してるのバレちゃうね。そうですね、はい、モザイクです。はい、メディアとか、これいいな。それ結構な額ですよね、オプション。これいくらだっけ。いやでも40とか50、もっと1回持ってきてた。画面つけるのに10万円って、うん、20万円って、なかった、そんなんじゃなかったっけ。いや高くないですか。あ、高いの。ああ、なんだ、土が土ぐらいの人だったらもうそんな。何言ってんすか。よっすっつって言うんじゃないの。でもそれ割と珍しいですか、オプション的には。そんなに装着率高くない。あの意外と、はい、あれですね、この V8 モデルってことからするとないかもしれないですね、はい、なるほど。いやもうとにかく車の中が明るい、うん、乗り出して、うん、今こう信号待ちで止まってるだけですけど、うん、なんかこのめちゃめちゃ乗れる感なんですかこれ。乗れる感、はい、どういうこと。なんかもう日常使いできる感。あ、普通にね、はい、乗用車っぽい感じって感じ、はい、すごくいい意味で乗用車ライクです、うん、あ、なんか土の声がワクワクしてるのがわかるよ。いやこれはちょっといいかもしれないですよ。いいよね、フェラーリ史上一番こう乗れる車じゃないですか、もしかしたら。うん、うん、通行できます。それではちょっと、はい、グイッと。うわぁ、早っ、早い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 。これやばいやつだ。あれ V8 だと思ってやばい、バカにしちゃったの。ちょっと、はい、完全に油断してました。あ、本当。しかも音も、うん、駐車場でちょっとブンって踏んだ時は、うん、いや全然 V8 静かじゃん。最低でも EBM 入れないとダメだなと思ってたんですけど、うん、いや全然超豹変しますね、バルバックと。そうだよね。いやちょっとこのオンオフで使えるのもいいかもしれないですね。いいですね、これすごい。ちょっとスポーツにして。何気に結構良かったよ、加速。いやめっちゃいい音してますよこれ、うん、いいですね。これやっぱり排気量こそだいぶ小さいですけど、うん、馬力に至っては、うん、そんなに、そんなにっていうか、うん、数十馬力ぐらいなんですよね。あ、違いがね。はい、はい、でトルクは確かこっちの方が出てるのかな、 T の方が。あ、そうなの。確かちょっとごめんなさい、資料見ないと分かんないですけど、うん、まあ、また後で。はい、はい、なんで全然物足りなさは全然僕はないです、うん、ただ12乗ったことないんで、うん、まあ、12がどういう味付けなのか分かんないですけど、うん、ああ、いいな、ナビとかも。これ本当に毎日乗れますね。毎日乗れますね、足で。そして人乗せられるじゃないですか、今回カメラマン乗ってますけど、はい、カメラマンさんどうですか、普通に乗れる。普通に乗れます、ね、はい、長時間じゃなければいけるでしょ。そうですね、1時間ぐらいなら全然全然いけます。ああ、いいですね。なんかC クーペとか M4 とかあれぐらいのリア居住性あるイメージなんですけど、なんか、うん、サイズ感的に。そうだよね、一番さ、こういう車でさ、リアシート苦しくなるのって、背もたれ、バックレストの立ち方とか。はいはいはい、はい、うん、違和感ない。全くないです。ああ、いいね。ちょっとやっぱりその左右に関してはちょっとセンターのこのトンネルもあるんで、うん、あれかなって感じしますけど、はい、前後が全然余裕いいね、はい、しかもツッチちょっともうすでに映ってるけどさ、はい、何、その走行前の車両紹介でもさ、はい、言ってるけど、この色のバランス、これ良くない？いいね。でシートベルトもボルドーで、はい、ちょっとね、いやらしいです。いやらしいよね。ちょっといやらしいです。いい感じのやらしさっていうの、はい、でも大人っぽかったり。そうですね。そうだからっておじさんのイメージではなく、確かに、なんとうまく言えないんだけど、色気あります、ね。色気ある。そう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 。ブラウン一色より全然色気ありますね。ね、
ステッチも効いてて、これ上級車っすね。これ意外とワクワクするよね。そうっすね、うん、いやこれ楽しい。楽しさとなんか快適さが両立されてます。いいな。僕ねこの外見とこの車をパッと見た時に久しぶりになんかこうワクワクしました。はい、これいいっすね。はい、自分で乗りたいなみたいな。気持ちいい。いい。最高。最高です、うん、これ基本的にはカリフォルニア T と同じエンジンですよね。そうです、基本そうです。僕カリフォルニア T お客様の車撮影で乗らせていただいた時も、はい、めちゃめちゃ感動したんですよ。あ、本当。なんだこれはと思って、うん、いいよね。なんだろうね、正直下道に関しては、うん、ちょっとその乗り心地もまあ、ローダウンしてあった車なんで、うんまあ、正直良くないし、うんうんまあ、屋根開くんでちょっとなんかあんまり剛性感も感じないな、こんなもんなのかなって思ったんですけど、うん、高速乗った時のこの気持ちよさ、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。本当？なんかこう走ってる感とか爽快感で言ったらもうバイクに近いみたいな、うんうんうん、それぐらいなんか自分で乗ってる感と、すごいね。カリフォルニア T より全然乗り心地っていうか、うん、ああコンフォートな気がします。多分でも、はい、正確には分からないけど後ろの重量を当然重いじゃないですか、この車の方が。だからそういった感じで落ち着いてるんじゃない。あ、うん、後ろが跳ねる感じもないし、まだローダウンしてないし、これノーマルタイホイールなんで、うん、ちょっとあれですけど、ここ吹き出しがいいね。そうなんです、この横の吹き出しなんですよね。ね、さっきカメラマンも言ってましたけど、うん、いや、めっちゃ楽しい。これはやばい。あ、これ意外と入るね。いやいや、グイグイ入りますよ、ね、はい、もうちょっとこう、ねじれんのかなと思ったらそんなこと全然ないね。うん、これあ買いまーす。なんでそうなるの。フルマンゴーストより高いじゃないですか、これ。これはちょっと新しいこうものを感じました、うん、僕は、うん、なんか大人が4人乗れて普通に乗れるし、車高下げてちょっとしてもリフターついてるし。あ、そうですね、はい、お買い物に行けますね。そうですね、おしゃれに乗りたいですね。そう、そんな使い方しないって言われちゃうかもしれないですけど、例えばご家族でお子様が小さくて学校の送り迎えなんかも、いやーおしゃれっすね。できちゃう。おしゃれだし楽しいしね。えていうかサイズ感的にほら普通に女性が奥様がお乗りになっていただくの違和感ないと思うんですよね。っていうかこの見っ切りの良さびっくりしました、僕も動かして。そうだよね、このフェンダーの膨らみとかあるじゃないですか、わかりやすいよね。距離感つかみやすいです。そう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 、ドラレコもついてます、はい、レーダーもついてます。いやもう完璧じゃないですか、そのまま乗り出せるじゃないですか。だってこの超高額なパノラマルーフついてますからね。これいいっすね。はい、でカーボン LED ステアリング、カーボンドライブゾーン。そうですね、いや欲しいのみんなついてます、ね、ついてます。ここついてないの多いんですよ。あ、そうなんですか。ルッソ T は、へえ、でこういう普通のシルバーグレーの色になっちゃうんだけど、はい、こうついてるだけで、うわ、めっちゃ曲がりますよ。あ、いいね、入る入る。あ、全然なんかめちゃめちゃ曲がります、うん、いい感じだね。軽い感じがするね。ああ、車軽く感じます。いや、これはちょっと買いまーす。買いたいです。いや、もうローンシミュレーションするまでもないんで買えないんですけど。そんなことないよ。これちょっとV12 じゃないの感は正直、うんうん、車両紹介取るよって言われた時にちょっと感じました。そうだよね。ただ乗ってないんで何とも言えないですけど、土生意気だからね。生意気小僧なんで。その生意気小僧、なんだよ12じゃねえんだみたいなね。いやいや全然、いやむしろ V8、毎日乗れる感は V8 の方が上かもしれないですね、うんうん、ああ気負うこともないしね。うんうん、気軽に乗り出せる。はい、なんすかね、それやっぱりちょっとこうイメージ的なものもそうだし、うんうん、なんか僕でも助手席なんですけど想像していた乗り心地と全く違くて、なんかフラットライトっていうの、バタバタしないし前後上下に動かないし快適ですね。
これちょっとフェラーリの V12 こそ思考、クーペこそ思考って思ってる人からするとすごく邪道な車なのかもしれないですけど、はい、これはいいですね。ですね。だって言ってしまえば FF の後継モデルじゃないですか、はい、で FF まではピニンファリーナさん、プリンファリーナっていう会社でデザインしていただいてて、これからはこちらのモデルからはフェラーリデザインチームに変わったじゃないですか。でそこまでしてでもやっぱりこうつなげていきたいメーカーとしてもモデルだったんですよね。だマーケットとしては十分確立できてるっていう思いもあって出してきたんだと思いますけど、いやこれはもう当たり前ですね、売れて。いやこれはすごいよ、ね、うん、すごい。運転する楽しさもあって、うん、人も詰めて、うん、人も詰めてじゃん、人も乗れて、うん、だ荷物は正直、うん、本当に最低限しか詰めないんで、はい、はい、ちょっとこれ旅行行く車ではないですけど、そうですね、日常使いはもう全然持ってこいですね、うん、でも3人までだったらいいんじゃない、旅行。確かに、まあ、バッグぐらいで、はい、そう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 、1泊2日だったら、はい、うん、全然入りますよね、うん、トランクもあのサイズなんでですね、はい、でまたこのパノラマついてるついてないって、まあ、基本的にドライバーとかその助手席の方って、うん、そこ、ここぐらいまでしか視線に入らないじゃないですか、うん、視界に、うん、ただ後ろの人のこの開放感って全く違うと思うんですよ。いや半端ないよね。いやでもさ、なんかこう自分の今こう助手席乗ってて頭の上が明るいのがもう分かるから開放感って感じますよ、やっぱりパノラマが見えなくても。室内ほんと明るいですよね、うん、ちょっとまたこの車内のこの感じが、うん、色の感じが映えますね。すごくいいです。むしろさっきのゴーストより開放感ありますよ。ああ本当、確かに。ちょっと本当に僕後ろから撮ってる絵ちょっと後で見返したいですけど、うん、多分もうフェラーリの景色じゃないと思うんですよ、うん、これって。なんかフロントガラスでかくない？感じます。でかく感じるのかな？感じます。表から見るとそんな風に思わないのにね、中から見るとドライバーも助手席も多分開放感が結構ある気がする。だってしかもシートの調整もびっくりするぐらい高く上がるんですよ。あ、そうなの、そうなの、うん、何これ乗用車じゃんって言っちゃいましたもん、うん、だってさっきの、うん、すげえ上がるんですよ、うん、いやでもあれなんだろうね、多分今後これからのフェラーリの展開をこう見ていく上でこれは重要な車種なんじゃないですかねと思いました僕は、ね、SUV も控えてるっていう噂じゃないですか。そうですね、はい、それはもう本当に完全に SUV になるんじゃないかっていう話ですけど、うんうんうん、そこに変わっていくこう最後の車、うん、これ市場で評価されてるのも分かりますね。いや分かるね。いいじゃないですか。チェイヨとしてんですよ。はい。え、ノーアルでこの音全然いいね。車の特性から考えるとさ、はい、やたらとうるさくしても後ろの人が耳障りだしょう、ね、でしょうしね。そうですね。この車のキャラクターからするとこのぐらいの方がいいのかもしれない、ね。全然いいかもしれないです。確かに。オンオフできて。EBM で OK かなみたいな。確かに。うん。そうですね、もうちょっと出したいとかその、うん、TBA をもっと合わせたいっていう人は EBM にしてもらえば、うん、そうだね、うん、いやー皆さんやっと決まりました、土の車、はい、いや違うんですよ、決まってるんですけど予算が追いつかないんですよだって毎回こんなすごい車乗せてもらって、うん、買えないじゃないですか。そうですね、はい、それは僕も一緒です、はい、これが乗れる人って幸せですよ。いや本当ですね、羨ましいし、でもなんかこういうの乗って楽しいよ、毎日楽しいよって言ってもらえると嬉しいですよね。いやこれ楽しくなりますね。なるね、めちゃめちゃ楽しくなります。なるなる。車の感じのレビューは一切してないんですけど、ステアリングは本当にレスポンスもいいし、うん、めちゃめちゃ曲がります、うん、なんかブレーキは、はい、458の助手席乗ってるみたいだったもん。グイッつって、うん、グ
ぐいぐい入ってきます、うん、だそこどうなんですかね、12で4区とまたちょっとその辺の特性も変わってくるんですかね、うん、変わってくると思います。やっぱ FR じゃないですか、はい、前が、回ってるか回ってないか、うん、割とちょっとステアリングフィール変わってくるのかなっていう。でもね、はい、さっきその高速乗り口でいつもにアクセル思いっきり踏んだじゃない、はいはい、あの時なんかものすごいこうトラクションかかってるからさ、グイ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 行くからさ、でこう何回転上昇スピード上昇とともにどん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 押し付けられるから、これ速いなっていうの分かりました。でなんかフロントステッチ感も全然抜けなかったですよ。本当でもおおってなるかなと、もうちょっとファンスタイリング軽くなるかなと思ったら全然だったっす、うん、お買っちゃうわけですね。じゃあね、買ってますもん、あったらお金が、うん、こんだけ言われたらよし買おうって一言ぐらい一回ぐらい言ってくださいよよしっつって。いやもうだって不動産みたいな値段じゃないですか、うん、でローンが秘訣だったんで今回はなしですっつって。いやでもヒヒッつって冗談抜きでこれ買って残れば、うんうん、ワンチャン買えるかもしれないですかね。本当、いや分かんないです分かんないです。いやいやいや、うん、これいやこれ買って、はい、毎月支払いして、はい、頑張って、うん、5年500万ぐらい払えばいけますかね。そうですね、よくないですか。1万キロ以内、はい、無理です僕は絶対ダメなんですよ。なんでですか。でも僕乗ってなんぼでしょ。あ確かに乗ってたいから。確かに。フェラーリでもポルシェでも僕思ったんですけど、だから今中古車市場だと、うん、まず全然距離薄のこうルースあるじゃないですか、うん、今後めちゃめちゃ距離伸びそうだなと思いました。そうだね、乗れちゃうから。価格も一旦落ち着いて、うん、これだけ乗れる車になってきたら、うん、もっと多分ガンガン乗る個体が出てくるんじゃないかなって。そうだね、それはあるね。でもちろんその車の使い方として正しいと思いますし、うん、もう全然いいと思うんですけど、うん、ただこう買おうと思ってる方だとちょっと選択肢がこの先どんどん狭まっていっちゃうのかなっていう、うん、確かにこれは乗れちゃいますよ本当にね。普通にね、まあ、買い物行ってもいいし、うん、人迎え行ってもいいし、うん、で乗る楽しさもこれだけあるわけじゃないですか、うん、これだってめっちゃ楽しいですよ本当に、うん、いやでも本当にこんなに乗りやすいと思わなかったです、うん、もうシートポジションもそうだしステアリングも軽すぎず重すぎず、うん、はい、なんか土似合ってるよ。ありがとうございます、うん、決まりだ。未来のフェラーリオーナーになりたいです。ああそこは固くなり強気を拒むんだね。いや買えないですね。いや今じゃ後でじゃあ僕ちょっと奥さん電話しとくよ。いや高野じゃないんだから買えないですあれルッソ以外にこのシートベルト出してくれるフェラーリってあるんですか。多分あれポルトフィーノ出すかな。あ出さないかな、ごめんなさいちょっと記憶ないです。でもそのぐらいっすよね、うん、もうそれになんかこう方向性を感じました、うん、はい、でもね一つ言うと、はい、そのシートベルトを出してくれるじゃないですか、はい、その出してくれるこの部品これがね、いや現代の車でこれはなくないってちょっと思っちゃいました。あそうなんですか、はい、なんでですか。いやもうだってメルセデスとか BM とかもう全然形状が違うんで、あ、はい、ちょっとこれは古めかしいかなみたいな。でもあくまでもサポートで出してくれるだけだからそんな贅沢言ってもしょうがないんだけど、でももうスポーツに全く必要ないもんじゃないですかこれって基本はね、はい、だそこがもうこの車のキャラクターを物語ってるなって思いました。なるほど、はい、そういうことですね。もうどっちかっていうとコンフォートというか、はい、はい、それはイコール買っちゃうよってことだよねあ何いやいやいや、これが日常使いにもできたら最高ですけど、はい、できる人ってもう選ばれた人ですよ。選ばれたよ、つっち、俺から選ばれた。あ、ダメなの。ダメですあら、そうですか。いや、本当に超気持ちいい、うん、こういう両立の仕方もあるんですね。これはでもさ、はい、偉そうな言い方するわけじゃないんですけど、はい、フェラーリだからできるんだろうね。あ、うん、確かに。だって今の時代から考えると F8 も81にスーパーファストも T
決して尖ってないじゃないですか。あの形的には尖ってますよ。でも乗ってしまうと走りって尖ってないですよね。でもそれが現代のスーパーカーだから、だから今のこのタイミングだから、でフェラーリだからこそ作れるのかなっていう気はしますね。確かに、うん、他ないっすね。他はないですね、うん、だから逆に普通のメーカーが無理やりったらおかしいですけど、頑張って頑張って頑張って作ったスポーツカーと違うじゃないです か、 だから発想が逆から来てるから、だからなんかこうある意味楽しさがありながら普通に乗れちゃうのかな。ちょっとニュアンス的にはパナメーラにちょっと近いのかなと思ったんですけど、うん、全然違ったっす。違うよね、乗るとね、キャラクター全然違うね。うん、確かにもっとちゃんとスポーツしてるし、うん、通行できます。料金は全然です。これこんな両立の仕方があったっていうのはちょっとびっくりしましたね、うん。いろいろあるじゃないですか、そのスポーツとコンフォート、日常使いできるのを両立してる車って、うん、BM で言ったら M3 とか、うんうん、パナメーラとかもそうだし、うん、フェラーリが作るとこうなるんですね。そうですね、はい、でも FF とか GT4 ルーストってさっきの話に戻っちゃいますけど、好きな人って大好きなんで、逆にこうオンリーワン的な感じじゃないですか。ある意味尖ってるもんね、ある意味。すげえな。本当ですねこれ。うん。何しろね、インテリアから全てこうデザインがかっこいい。スイッチ一つから全て。こんなにベタ褒めしたらさ、フェラーリ僕に1台くれないんですかね、メーカーの人が。いやこれはもうみんな欲しがるの分かりますよ。もうそうだね、ほんとだね。これすっごい出てくるんだけど、さっきからなんか私なんかこれなんか設定しなくちゃいけないの、ずっと出てくるんだけど。ああ、案内ガスか。はい、待ってました、聞いた。だってナビも、そうそう、うん、いいよね。こんなに過去使えるナビがありましたか、フェラーリで。ほんとだよね、この画面のデカさで。うん、視認性悪くないですか。悪くないです、運転席から。はい、そうですか。いいなぁ。いや、ちょっとこの運転しやすさはもうびっくりしました。普通に乗れますね。シートポジションもなんかもう全然、今一番前下げですけど、うん、まあ、前はこう下げてないですけど、うん、ちょっとこうお尻が沈むようにしてますけど、うん、全然低すぎなくって。いい感じですか。いい感じです。本当に最初も言いましたけど、いい意味で乗用車ライク、うんうん、でもちゃんと感じられるっす、そのフェラーリのスポーツのところ、うん、音が、うん、おお、いいな。なんすかね、フェラーリの V8 ってちょっと独特な音しますよね、うん、これ反響音っていうか、うん、筒の中でちゃんと音が鳴ってる感。ああ、そうなの、そうなの。あ、しますよね。します。他の車絶対ないですよね、うん、V8 で。しかもこもってないんだよね、うん、そうなんですよ、そうなんですよ、うん、これってでもあれだと思いますよ、マフラー音も当然そうだし、今にインテークの吸気音をこううまく出すようにしてるというか処理してるんでしょうね、フェラーリって。だから開けた時の吸気音とバルブ開いたエキゾーストのこれのなんかこう2つ重なった音がするから、多分演出が上手なんですね、メーカーとしてね。ちょっとますます V12 の方に興味が。どんな感じなのか乗りたくなるよね。乗ってみたいです、うん、比較してみたい。で、音は多分圧倒的に V12 だと思うんですよね、うんうん、音とフィーリングは、うん、そこじゃないですかもう、うんうん、まあ、あとはもう用途で四駆が必要だっていう人は V12 買っていただいて、うん、そこに縛りがない方はもう全然僕 V8 おすすめですね、うん、いや全然おすすめですよ、はい、まあ、こっちしか乗ってなくておすすめっていうのも微妙かもしれないですけど、うん、でもこの内容っていうかこの走り絶対いいと思います。この価格帯でないっすよね、うん、こういう車ないです。うん、で今回紹介してるこの個体は、はい、もうこれは欲しいなってオプションがちゃんとついてるじゃないです か、 だからそういうルッソ T って少ないんですよ、うん、皆さんネットでこう検索してもらえば分かるんですけど、距離が少ない、パノラマついてる、助手席ディスプレイもついてるとか、
まあカーボンパーツは大体どうにでもなりますけど、そうですね、このパノラマとディスプレイはなかなか、うん、まあパノラマ本もほぼ後付け無理ですからね、うん、そう、まず無理なんで、ディスプレイも相当ハードル高いですからね、はい、多分現実後付けは現実的じゃないですよね、うん、でカーボンステアリングも、まあ後から付ければいいですけど、結構なはステアリングの割にっていう感じの値段になっちゃうんで、うん、ついてたらラッキーですよね。いや、そしてですね、石川さん、ちゃんとカメラ関係も、あ、これ重要ですよ。あ、いいですね。あ、いいですね。ノーズが長くても安心という。はい。でセンサーもついてると。素晴らしい。でリフターもついてればもう、うん、本当に日常使いできますね。もうツッチーの奥さんも何の気兼ねもなくお買い物行きますね。安心です。いや、うちのかみさん。あれ？なんですか？あれ？いやいやいや、うちのかみさん、土方さんが思う3倍ぐらい運転危ないですよ。3割増しじゃない、3倍ぐらいですね。いやいや、はい、そんな奥さんも安心してお乗りいただけるこの装備です。いや、いいな。なんか僕は、はい、そのこの外装の色がめちゃくちゃ個人的には珍しいですよね。はい、気に入りました。このシャンパングリジオイングリッドっていうんですか、うん、そうです。とあとこの何でしたっけ、ドアスレしちゃった、この内装のクオイオ、あ、クオイオのボルドーのステッチ入ってて、うわあ、超おしゃれです。これおしゃれですね。ね、ステッチ、うん、これでも何年も乗ってても古さ感じないよ、こういう色目ってね。あとは綺麗に乗ってもらうだけで十分です。そうですね、はい。いやー、最高の仕様でした。いいですね、ありがとうございます。いいえ。じゃあ最後になりますけども、はい、ゆうやさん、僕からちょっと願望いいですか。何でしょう。あの、僕ごときがこうしたいっていうのを言っちゃうんですけど、うん、ちょっとタイヤホイールというか、この引っ込み思案な恥ずかしがり屋さんなんですよ。そうですね、はい、ちょっと控えめな恥ずかしがり屋の足元なんで、はい、ちょっとここは触りたいかなと。そうですね、はい、ちょっとそうですね、スペーサーで出すだけでも随分変わってくると思うんですよね。出すと車高が、そうですね、ちょっと下げたいね。でまたやらしいことに、はい、もうホームページとか、うん、ちょっと車高下がってこう見栄え良くなってるじゃないですか。なってるよね。あのぐらいでいいんで。そうですね、ちょっとね、ちょっと下げ、ちょっとやりたいです。やりたいですね。まあ、その先求める方は、はいはい、まあ、アメリカの単造ホイールなんかもありますし、うん、はい、まあ、あとその純正のタイヤホイールって結構高額ですから、うん、まあ、それをこう大切に保管しておくためにも、そうですね、やっぱりフェラーリとかランボルギーニとか、はい、その辺の車のタイヤホイール交換非常におすすめなんで、まあ、お気軽に何でもご相談いただけるといいんじゃないかと、うん、はい、言っていただければ、はい、思います。というわけで今回はフェラーリ GTC4 ルスト T ご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。